高沢産業株式会社は、長野県長野市に本社を置く、専門商社。鉄鋼原料事業部、建設資材事業部、セメント建材事業部、OA システム事業部の4事業部からなる。多くの関連会社を持ち、高沢産業を中核とする、この企業集団を、高沢グループと称する。グループの年間売上高は900億円を超える。鉄鋼分野では、鋳物用原材料の専門商社として、中京圏から東日本を主な商圏としている。本社所在地である長野県では建設分野が中心であり、この他に OA システム事業、大規模太陽光発電事業などを行っている。多角的経営に特徴があり、グループ傘下の関連企業では、建設資材販売、建築土木施工、鋳造製品製造、鉄及び非鉄金属加工、輸入自動車販売、レンタカー事業、石油製品販売、LP ガス販売、書籍販売、介護福祉事業、飲食 FC 事業、文具事務用品卸売など幅広い分野に事業を展開している。他東京商工リサーチ、選べる長野2019年12月発行、特集一目でわかる。業界地図東京都多摩市の自動車部品卸、村木が運営していた信濃毎日新聞2012年3月15日、平安堂、高沢産業が買収資金的支援要請を受け信濃毎日新聞2012年6月16日、信州経済、完全子会社化した平安堂の今後は、ありがとうございます。